さあ今日もやっていきましょう。今日なんですけども、フクロモモンガのミミコに超豪華な手作りご飯を作っていきたいと思います。それではやっていきましょう。まあ手作りご飯なんですけど、だいたい 2,3 ヶ月前ぐらいかな、元ペットショップ店員が、全力で手作りご飯を作ってみたっていう動画をね上げてるんですけど、そこからもうストックがねなくなってしまったんですよね。一回ねすごい大量に冷凍してストックを作ったんですけど、もうそれも全部使い切ってしまったので、また今回も作っていきたいと思います。で今回はね具材が本当に豪華な具材を使ってフクロモモンガが本当に喜んでくれる手作りご飯を作っていきたいと思います。ガチで作っていきます。で、レシピは、概要欄に載せておこうかなと思います。具材とかね全部、はい。でまずは、かぼちゃ、一応具材言ってこうかな、これからかぼちゃとさつまいも、人参、あとはマンゴーですね。マンゴーとリンゴ、富士リンゴ、これは富士リンゴを使ってます。あとはトマト、これもねトマトも結構いいトマトを使ってて、結構ね高かったまあいいか。それとあとはね、なんだっけ、ぶどう、デラウェアだっけな、ぶどうのデラウェアと、あとキウイ、これもなんだっけ、ゼスプリ、ゴールドキウイ、どっちだっけな、うん、まあキウイを使ってます。そしてあとはブルーベリーを使っているのと、まだねちょっとここには映ってないんですけど、あとはそこに豆腐、お豆腐と蜂蜜も入れます。そう、そして豆苗かな、これで終わりかな。めちゃくちゃ豪華な料理ですよめっちゃいいもので、今回は本当にフクロモモンガのご飯を作りました。なのでね見てて楽しいんじゃないかなと思います。さあどこまで進んだそう、まずね硬い野菜たち、人参とかあったと思うんですけど、それをね全部電子レンジでチンして柔らかくします。そしてリンゴですね。リンゴ一口大に切って、今度はキウイを半分だけ使って切っていきます。で、残ってた果物とか野菜とかはちゃんと後日ね、しっかり僕が食べるなり、あとは他の動物たちにあげたりとかします。うん。そう、手作りご飯だけじゃなくて、そういった動物たちのご飯にも今後なっていく予定です。さあ、キウイも一口大に切って、で今度はトマトですね。まあ、トマトは別に、まあ、切らなくてもいいんですけど、ミキサーに入れるときにね細かい方が入りやすいので、だいたい4分の1ぐらいに切っていきます。今度はブルーベリー、まあ、これは全部野菜たちは洗ってあるのでそのまま、入れていきます。まあ、半分ぐらいはねちょっとね多かったんで取っときます。そしてデラウェアのブドウですね。これ美味しいっすよね。もうねちっちゃい時からこれよく食べてましたね。皮を残すのがめちゃくちゃうまくてね、これ多分分かってくれる人いると思うんだけどな。うん。さあここでマンゴーを切っていきます。マンゴーね、これ、フィリピン産のマンゴーなんですけど、これがアーウィンシュっていうマンゴーになります。これあれかな、リクガメの方の動画先に出てるかな、もしかしたら先に出てるかもしれないんですけど、うん、これがリクガメにあげたマンゴーです。そうこれホテルギリねこれリクガメにあげた時に、あげた時じゃない、動画作った時、あーうまそうマンゴー食いて、いや食べたんだわいやこれ本当にね甘くて美味しかったんですよ。うん。でそう、リクガメのね動画を声撮った時に、今日同じ日に声を撮ってるんで、そうなんですよ。まあこの動画の方が後に上がるかな、多分編集とかもいろいろ込みで考えると。っていうことでマンゴーを半身の半分ですね、これを入れていきます。で残ったマンゴーは僕が食べました。めちゃくちゃ美味しかったですさあ豆苗を入れていきます。今回緑の野菜は豆苗で補っていくっていう形ですね。これも、ハムスターにあげたりとか、あとはリクガメ、まあマンゴーの動画では出てないんですけど、リクガメにもあげました。さあここで豆腐をやってもうた豆腐
豆腐をね落としてしまったんですよ。なのでこの落ちた豆腐は僕が洗って食べます。なんか僕の方がなんていうのかな、余ったものを食材を食べるっていうね、あのペットたちの方がね豪華な食材を食べてる。さあこんな感じで、フルーツとかお野菜とかを入れ終わったので、ここに、シュガーグライダーフードを入れていきます。これがねだいたいスプーンで3、4杯ぐらいですね。このスプーンがだいたい大さじ1ぐらいなんで、まあ、大さじ3、4ぐらいを目安に入れていきます。こんな感じで。さあ今度はここに蜂蜜をだいたい小さじ1さじぐらいかな、1さじぐらいを入れて、まあ、ちょっと甘くするんですよね。そう、フクロモモンガって基本的に甘いものしか食べてくれないので、全体的に甘いフルーツ、甘い野菜を多く使ってます、今回は。てか今回も。なので、まあ蜂蜜も入れてね、さらに甘くして食べやすくしてあげるっていう感じですね。で、お湯は、本当にひたひたになるぐらい、具材と同じぐらいの量になるぐらいに入れていくんですけど、ここで問題が発生しまして、ミキサーがぶっ壊れているっていうね。どうすんのよと思いましたね、これ。もうね、このパニック。ということで、手動で潰していきます。いやー、これ本当にめちゃくちゃ大変でした。あの、ミキサーというか、あの、道具の大切さを思い知りましたね。ハンドミキサーしてます。さあまあすごく地味な映像なので、ちょっと飛ばして完成までいきたいと思います。こんな感じで、あのフクロモモンガってね、なんていう液状のものを好むんで、全部潰してこうやって液体にしてあげることがすごい大切なんですよね。なので、まあ液体にしたものを、これを冷凍保存します。こうすると、結構ね何ヶ月も持つんですよね。すごい、これカレーみたいになってる。本当だったらね、もうちょっとここの具材がしっかりとミキサーで混ざって、これ結構トロトロになっちゃったんですけど、ちょうど良くなる予定だったんですよね。まあまあまあ、そんなこんなで、これを作った日の夜に、久しぶりの手作りご飯ですよ。多分彼女はね喜んで食べてくれるんじゃないかなと思います。では揚げていきましょう。あ、上に乗っかってる白い粉は乳酸菌の、すごく、健康にいい、粉になります。さあ食べてくれましたね。食いつき抜群ですね。やっぱり久しぶりに作ったんですよ。手作りご飯作んなきゃなと思ってたんですけど、結構ね、まあ、時間が何週間か経っちゃって、ようやっと思い越しを上げて作ったっていう感じなんで、まあすごく喜んで食べてますね。本当にフクロモモンガって食べ物により好みが本当にあるんで、こうして出てきてすぐに食べてくれるってすごい気に入ってる証拠なんですよね。なので嬉しい。めちゃくちゃ嬉しかったです。これが本当に作った時に一番報われる瞬間なんですよね。ね。しかも撮影をしながら撮ったりとかするんで、結構こまごまなんか大変なんですよね。だからその作った時に夜にねこうして食べてくれると、あ、よかったわーって本当に思うんですよ。これ肩の荷が降りてる瞬間です、夜の11時半ぐらい。いやー、よかった、マジでよかったです。これだってさ、三脚立ててさ、上にライトしてさ、すごいさ、なんかこう撮影のために準備してからやってるんですよ。めっちゃこれ見れる、これが見れた瞬間にさ、僕は後ろで、この撮影してる後ろでね、肩を下ろしてるわけですよ。よかったって。はい、ということでね、美味しくご飯を食べてくれてますね。いやー本当に、もしね、こんな感じの動画なんですけど、いいなと思っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価等は本当にいいなと思った時だけでいいっす。本当に、いや欲しいですけどね。いやでも本当にいいなって思った時じゃないと高評価って押すべきじゃないと思うんで、そう、あ、
かわいい。なのでよろしくお願いいたします。まあ、チャンネル登録ももちろんそうですね。本当にいいなって思ったチャンネルにその登録のボタンをポチって押していただくのがすごくいいことだと思います。いやー、食べてくれてよかったわ。よかったです。ただなんか本人はあれ今回ちょっと具材が大きいなと思ってるかもしれないですね。いや、よかった。本当に特によかった。とにかくよかった。美味しいもの、甘いものをね入れたのがよかったと思います。やっぱりマンゴーとかね、ブルーベリー、あとはブドウ、あと野菜もね、かぼちゃとかさつまいもとかそういった甘い野菜をすごく、今回はよく使ったので、こうしてね食いつきよく食べてくれることが、できました。よかったです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。フクロモモンガはね1回の動画でこのぐらいしか食べません。本当にちょこちょこ食べて朝にはね綺麗になくなっているっていう感じになります。では動画最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、ありがとうございます。ではまた。